ルイストンは、アメリカ合衆国メイン州、アンドロスコギン郡に位置する都市であり、州内第二の都市である。人口は2010年国勢調査で4万1592人であり、2000年の3万5690人より2.5%増加した。ルイストン・オーバーン都市圏の2つの主要都市の1つである。 ポートランドルイストンサウスポートランド複合都市圏の一部でもある。ルイストンはメイン州の南中部に位置するもとは工業の中心地であり、アンドロスコギン川を挟んで対岸にはオーバーン市があり、また川の滝線がある。ルイストンとオーバーンは一体のものと考えられることが多く、ルイストンオーバーンと呼ばれ、交互的には LA あるいは L。 A と短縮され、両子合わせた人口は59,647人になる。ルイストンには、全米有数のリベラルアーツである、ベイツカレッジ、聖ピーターと、聖ポールのバシリカ、南メイン大学のルイストン・オーバーンカレッジ、及び2つの重要な地域総合病院である、セントラルメイン医療センターとセントメアリーズ、地域医療センターがある。 ルイストン地域にはもともとアンドロスコッギン族、またの名をアロサガンタコック族と呼ばれるインディアンが住んでいた。アンドロスコッギン族はアベナキネーションの一部族だった。1690年のフィリップ王戦争の時に、この地域から追い出された後、カナダのセントフランシスに移動したが、1759年にロジャース・レンジャーズによって破壊され、現在は織田なくとなっている。 ルイストン地域を含む土地特許は1768年1月28日にペジェプスコット領主のメンバーであるモーゼス・リトルとジョニャ・サン・バグリーに1774年6月1日までに50家族を住まわせるという条件で与えられた。バグリーとリトルが現在の町の名前であるルイストンと名付けた。1770年秋。 ポール・ヒルドレスがルイストンに入植した最初のものとなった。1795年には公式に町として編入された。この時期から残っている家は少なくとも4軒あり、現在は国定歴史史跡に登録されている。ルイストンの歴史の初期はゆるりとだが着実に成長した時代だった。しかし1800年代初期から半ばには、 アンドロスコッギン側の水力に助けられて工業が、木興するには最適の立地であることが分かった。1809年、マイケル・リトルが滝の側に大規模な製材所を建設した。これは1814年に放火によって消失したが、後に建て直された。1836年、地元の起業家たち、特にリトル家やその友人たちが、 夏季の主意書でアンドロスコッギン・ダキダム、肛門、運河会社を設立した。ダム、肛門、運河、製材所、工場、機械及び建物を、彼ら自身の土地に建設し、また面紙、毛織物、鉄、鋼及び紙を、ルイストン、ミノー及びダンビルの町で製造することを目的にする。ベンジャミン・イ・ベーツ、1877年から1778年の、 ザ・ベーツ・スチューデントに掲載された写真この会社は後に、ルイストン水力会社として再編され、新株の発行で、ボストンの投資家たちを引きつけた。その中には、トマス・ J ヒル、ライマン・ニコルズ、ジョージ・エル・オード、アレクサンダー・デウィット及び、ベンジャミニー・ベーツがいた。彼らは、アンドロス・コギン川沿いに、運河やいくつかの繊維工場を建設する資金を出した。このことが、 ルイストンの街を小さな農業町からマサチューセッツ州ローウェルをモデルにする繊維の都市へ変革する契機になった。ベーツミルは1850年代から21世紀に至るまでルイストンで最大の雇用種であり続けた。ルイストンの人口は19世紀に急増した。1849年には鉄道が敷かれた。それとともに 運河や工場を建設するために少なからぬアイルランド人労働者が市内に入ってきた。南北戦争の時に繊維に対する需要が高まり、ルイストンは強力な工業基地になった。1870年代からは鉄道がカナダまで伸びて、さらに多くのフランス系カナダ人が流入し、それまでのヤンキー少女繊維労働者にとって変わった。 それ以来市内人口に占めるフランス系アメリカ人の比率が高くなった。フランス系アメリカ人は中心街に入り、そこはリトルカナダと呼ばれるようになった。1840年から1890年、ルイストンの人口は1801人から21701人にまでなった。この途中の1863年、ルイストンは姿勢を敷いた。 土地のコーラシュラインが1891年に組織化され、リスボン通りのマソニック寺院でフリーメイソンの最初の集会が開かれた。この集団は1980年から1910年にサバタス通りに州内最大の友愛会組織本部であるコーラ制度を建設した。建築家ジョージ M ・コームズがこのムア様式建築を設計した。市の指導者たちは ポートランドのローマカトリック教区が移って来られるように大聖堂の建設を決めた。聖ピーターと聖ポールの教会建築は1905年に始まり、1938年に終わったが、その費用はルイストン住人の数多い少額の献金によるものだった。メイン州では最大のローマカトリック教会であり、ルイストンで最も著名な目印になっている。 ポートランド教区はルイストンに移らなかったが、この教会は2004年にバシリカになった。主要大都市圏以外では数少ないバシリカの一つになっている。ルイストンの工場群、1910年頃第一次世界大戦後、ルイストン、ニューハンプシャー州のマンチェスター、コネチカット州のウォーターバリー、マサチューセッツ州のフォールリバー、ヘイブリル、ローレンス及び、 ローエルのようなニューイングランドの工業都市における繊維産業の利益が上がらなくなった。事業は近代的技術を生かした低コストの動力を求めて南部に移転し始めた。ルイストンの水車技術は水力発電、安い輸送費及び南部の安い労働力に敗れてその座を譲っていた。1950年代後半からは ルイストンのセミ工場の多くが閉鎖し始めた。このことで、ルイストンの中心街が次第に荒廃し放棄されていった。中心街にあったウールワース、W.T. グラント、S.S. クレスギー、J.C. ペニー及びシアーズローバックのようなチェーン店が閉店するか、ルイストンあるいはオーバーン郊外のショッピングモールに移転した。ルイストン市の象徴的存在であり一世紀以上も、 営業を続けていた4階建ての百貨店 B、ペック仕様が1982年に閉店した。企業と仕事が市内からなくなると市民もそれに続いた。人口は増加を止め、1970年以降はゆるりと、1990年代は急速に減少し始めた。高い失業率と中心外の賃貸を生んだ1980年代の 経済不況に続いて、いくつかの重要な出来事が経済と文化の復興の時期につながった。これには、歴史あるベーツミルコンプレックスの用途転換もあった。ベーツミルが、滞納税が払えなくなった後の1992年に、市がこれを引き継いだので、面積110万平方フィートの巨大敷地を維持していく市の必要性について長年続いた、納税者の怒りは、 二回の住民投票を行うことになった。住民はこの資産を維持して私企業の開発者に売却することで再開発を求める必要性をしっかりと指示した。2001年、市は工場建物の三棟を地元の開発者に売却した。プラッツアソシエーツは続いて2003年にミルゴと、 小さな支援建物一棟を除いてベーツミルコンプレックスを売却した。その後の4年間でプラッツが工場建物を再開発した後多くの企業が繁栄してきた。2004年5月ルイストン市は中心が一域の都市再開発計画を公表した。この計画は 連邦政府の10年以上にわたって供給される地域、社会開発包括的補助金を使って、中級世紀の工場労働者住宅外数ブロックを解体し、最新のインフラを伴う新しい通りを配置し、持ち家で低密度の住宅を建設し、一つの地区を貫く大通りを建設するものである。影響のある地区の多くの住人は、 この計画の詳細が当初ほとんど知らされないままに公表されたと感じた。彼らはビジブルコミュニティと呼ぶ地区集団を結成して計画の遂行に積極的に関わっており新しいバスケットボールコートの位置に関する情報やメイン州栽培の全コンクリート作りスケート公園の創設に関する評価などケネディ公園の再設計について 地区と市当局の間の協力が生まれてきた。現在の中心街には、オックスフォードネットワークスの新しい本社があり、地元で、光ファイバーの2000万ドルをかけた更新、新しい自動車部品店、アンドーバーカレッジのキャンパス、ノースイースト銀行の本店、駐車場、及び国定歴史史跡に指定され新たに改修されたメインサプライ会社ビルがある。 この施設は現在キーバンクプラザの事業をサービスセンターと呼ばれ、地元商工会議所、ルイストン・オーバーン経済成長委員会が入り、多くのサービス会社が革新的に配置されている。この地域の再生は、地元、地域、及び全国的認知を得てきた。2002年、さらには2006年、メイン州経済及び、 地域社会開発局の事業都市及び拡張リストによれば、ルイストン・オーバーン地域が州内、経済開発活動をリードしてきた。事業を誘致し維持する費用に関して2006年に、KPMG インターナショナルが行った調査では、ルイストンがニューイングランドの地域社会では、第1位、アメリカ合衆国、全49地域社会の中では24位にランクされた。 ルイストンは、ナショナルシビックリーグから2007年全米都市賞を受賞した。この全国的な賞では、都市住民が共に働いて、地域社会に広がる挑戦を同定して取り組み、測定可能で通常とは異なる成果を得た、地域社会を認めるものである。毎年10都市のみがこの賞を得ている。1967年に、オーバーン氏がこの賞を得て以来、 メイン州では、久しぶりの受賞となった。1999年、国連難民高等弁務官事務所の要請で、アメリカ合衆国政府は、ソマリアのバンツー少数民族から推計1万2000人の難民を最低住させアメリカ合衆国国内の都市を選ばせる準備を始めた。アメリカ合衆国に早期に到着した者の,の大半は、 ジョージワ州のアトランタに近いクラークストンに入ったが、アトランタ市は犯罪率が高いという問題に直面したと主張した。ルイストンというメイン州の小さな町が犯罪率は低く、良い学校や安価な住宅があるという情報が間もなく広がり、ケニアの難民キャンプにまで届いた。その後ソマリ人がこの元工場長に、 ポツポツ現れるようになり、間もなく数ヶ月の間に数百人の万通族が退去して到着した。2006年、ニューヨーカーマガジンのウィリアム・フィネガンのリポートでは、ソマリー民がルイストンに到着してから5年経った時点でも、その成人の50%以上が雇用されていないと見積もられている。2008年のメイン就労働局の報告でも、 未雇用率51%を確認した。2002年10月、当時の市長ローリエティ・レーモンドは、ソマリ地域社会の指導者たちに宛てた公開状を書き、市の公益事業に負の影響を予測し、これ以上ルイストンに移住することを奨励しないと伝えた。この書簡で人々を怒らせ、地域社会の指導者たちや住人が市長に抗議したので、 全国的な注目を浴びた。バンツーの移民がいることを支援する人々と、これに反対する人々双方によって、ルイストンの街で、デモが行われた。ルイストン住人の電話や郵便で寄せられた声では、20対1で市長の所管を支持していた。2003年1月、市長が意図したことを支持する、白人市場主義者集団が、ルイストンでデモし、ベーツカレッジや、 メニーワンコアリッションの組織で約4000人の、その反対デモが続いた。白人市場主義者集団の呼びかけには32人が応じただけだった。この呼びかけの日に、市長は州外に出ており、州知事や他の高官が出席した。2006年、ルイストンにあるモスクで、信者たちが礼拝している時に、冷凍し切断された豚の頭が投げ込まれた。 イスラム教では、豚が不条のものとされ、豚肉を食べることを禁じているので、町のイスラム教と社会に対する攻撃と考えられた。この時の容疑者は、その行動を認め、冗談だったと主張した。この男は後に自殺した。ルイストンのメイン通りは、アメリカ国道202号線、メイン修道11号線と100号線になっている。 市バス、オーバーン市と共同で、シティリンクすなわちパープルバスシステムを使っている。月曜日から土曜日まで、午前6時から午後5時半まで、9つの路線を運行している。料金は1人1.25ドル、6人で6.25ドル、1ヶ月、定期は30ドルであり、高校生は1人1.25ドル、1ヶ月定期は15ドルである。 また高齢者と障害者は一人0.6ドル、11人で6ドル、1ヶ月、定期は15ドルである。中心街のシャトルバスは、唯一無料の路線である。ルイストンとオーバーン漁師の中心街を走っている。シティリンクの駅は、オーバーンにある。リスボンまで行く、唯一の線を運行している。シティリンクの利用客は、年間、約23万5000人である。 タクシーの運行会社が4社あり、中でもシティキャブ会社が地域最大である。その他にウェスタンメイン交通システムがメイン州西部すべてで運行している。2000年にオープンしたフランス系アメリカ人伝統センターは元のセントメアリーズパリッシュにある。ここではピアノとケルトのシリーズのようなフランス系アメリカ人に関わる芸能と文化的展示のための行事を行っている。 多様なプログラムには地元や国際的な人物が登場している。また、フランス系アメリカ人の歴史的工作物や文章を展示する博物館として、また小さな図書館としても機能している。ルイストンには公共劇場もあり、年間を通してシーズンあたり6件から8件の劇を上演している。中心街のメープル通りにあるが、 元は、パーク通りにあった。あらゆる種類の劇を上演しており、世界中からの俳優が出演している。事務所は、オーバーンのグレートフォールズプラザにある。グレートフォールズ気球祭は毎年8月の週末に行われる行事である。気球の上昇、ゲーム及び、遊園知識の乗り物が出る。気球の昇降場所は、ルイストンとオーバーンのアンドロスコッギン側に面した。 いくつかの公園である。アメリカやカナダ中から観光客が訪れる。市内最出しの年間行事と言われている。元はフェスティバルド・ジョアと呼ばれていたフェスティバルフランコファンは、毎年アンドロス国禁、川岸コリシーで開催され、フランス系アメリカ人の遺産を祝うものである。この祭りでは、フランス系カナダ人音楽家の公演があり、フランス系カナダ料理が出される。 毎年7月4日に開催される自由祭ではツインシティの間にあるアンドロスコッギン川のグレートフォールズ城に花火が打ち上げられる。打ち上げ場所はオーバーンのウェストピッチ公園である。見物場所としてルイストンでは大駅兵公園、鉄道公園、マーデンス駐車場、オーバーンではロカスト通りのカントリーキッチン駐車場及びグレートフォールズプラザが挙げられる。 パトリック・デンプシー・チャレンジは、毎年開催されているが、その始まった年には、がん研究のために100万ドルの寄付が集められた。この行事にはツール・ド・フランスに参加した者を、含め世界中の競技者を集めている。利益はすべてセントラルメイン医療センターのパトリック・デンプシー・ガン治療センターに収められる。ポートランドを、所在地とし、ルイストンのメイン通りに支局を置く。 CBS 系列と NBC 系列のテレビ局各一局がある。FM ラジオ局 WFNK はルイストンで免許を取得したが、ポートランドから放送を流している。ベッツカレッジのラジオ局 WRBC は大変人気があり、市民参加型のラジオ局である。アンドロスコッギン川岸、コリシー・ルイストンのスポーツの中心は、 アンドロス・コキン、河岸コリシーである。ケベックメジャージュニアホッケーリーグで唯一アメリカのチームであるルイストン・メーニアックスが試合を行っている。ここでは毎年週内 A 級と B 級の高校ホッケー選手権大会が開催されている。ルイストン市はフランス系カナダ人の伝統によってアイスホッケーの試合に強い情熱を示す都市として知られている。 ルイストン高校とセントドミニク地域高校は、州内の歴史でも、A 級高校ホッケー選手権大会の半分以上に、出場してきた。1965年、モハメド・アリとソニー・リストンのヘビー級、ボクシングタイトルマッチが、ルイストンで行われた。当日の観客数は2434人に過ぎず、ヘビー級タイトル試合の観客数としては、 最小記録になっている。ルイストン・メニアックスは、ルイストンのバーチ通りにある、コリシーを本拠にするプロのホッケーチームである。ケベックメジャージュニアホッケーリーグのテレス中部地区に属している。リーグに属する18チームの中で唯一アメリカにある、すなわちカナダ以外のチームである。本拠地は2003年に、ケベック州のシャーブルックからルイストンに移された。 2006年から2007年のシーズンでは、東部で1位になり2007年プレジデントカップを獲得した。2007年メモリアルカップにも参加した。現在のオーナーは、マーク・ジャストとジョエル・ブーシャードである。これまで NHL のドラフトにも、選手を送り出してきた。ルイストンの公共教育は最近ファーウェル小学校と、ペッティングヒル学校に新しい建物を建設してきた。 現在は600人収容のガイガー小学校を建て直している。トマス・ジェマク・マホン学校を建て直す計画が立てられている。市内にはアメリカ合衆国でも最も権威ある小型カレッジの一つであるベーツカレッジがある。ルイストンは北44度5分51秒整形70度11分33秒。 北44.09750度整形70.19250度、44.09750-70.19250 44. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、ルイストンの地域全面積は35.2平方マイル。このうち陸地が34.1平方マイルであり、水域は1.1平方マイル。 水域率は3.13%である。市の西側境界を流れるアンドロスコッギン川に水を注いでいる。川向こうはオーバーン市であり、グリーン、サバタス及びリスボンの町と境を接している。州内最大の都市で文化の中心でもある、アルポートランドと州とオーガスタの間に位置している。以下は2006年の国勢調査推計による。 人工統計データである。言語による、分類出典モダン・ランゲージ・アソシエーション・データセンター有権者、登録市役所、1908年セントメアリーズ、総合病院、1908年ゴロセイ・ピーターと、セイポール協会、ケネディ公園、1915年頃、ソマリア移民関連。ありがとうございます。